トランクイロ・バルネッタは、スイスザンクトが練習ザンクトが練ン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ユーロ2004は当初メンバー入りはならなかったが、負傷した MF、ヨアン・ロンファの代わりに登録された。19歳の若さでの A 代表招集だった。2006FIFA ワールドカップ予選での活躍で一躍、脚光を浴びた、スイスゴールデンエイジの代表選手。 右サイドならどこでもこなせ、左サイドハーフでもプレーできる。ワールドカップのグループステージ統合戦では試合を決める、ゴールを決めた。2004年10月、ブンデスリーガ初先発で一得点したばかりだったが、十字靭体を損傷して長期離脱した。2005年7月から在籍するバイエルレバー空前ではスタメンに定着した。しかし2011から12シーズンは負傷による、 長期離脱の影響もあり、出場機会が激減。2012年7月2日、契約満了に伴い3年契約で、シャルケレイオンへ移籍した。チャンピオンズリーグとリーグ戦を並行する同チームにおいて、出場機会を得た者の,のレギュラー陣を脅かすまでのインパクトを与えることはできず、翌2013から14シーズンは、アイントラハとフランクフルトへ、レンタル移籍した。 2015年7月29日、フィラデルフィアユニオンに移籍した。ありがとうございます。